についてと題しまして、事業進捗状況、並びに、平成27年度の予定をですね、ご説明をいたします。恐縮でございますが、着座して説明をさせていただきます。前方のスクリーンをご覧ください。なお、お手元にはスクリーンと同様の資料の他に A3 版の事業概要図を配布させていただいております。合わせてご覧いただきたいと思います。で、まず、事業の概要を説明をいたします。本バイパスは東京外かく環状道路に並行いたします和光市内の国道298号から朝霞市四季市を通りまして、富士見市内の国道463号に至る延長6850メーターの道路でございます。本道路は国道254号の沿道における混雑を緩和することや幹線道路ネットワークを強化することなどを目的といたしまして、昭和59年度に事業を開始いたしております。事業の実施でございますが、第1期整備区間と第2期整備区間に区間を分けて進めております。第1期整備区間は起点の国道298号から県道浅川わらび線までの2560メートルで、第2期整備区間は県道浅川わらび線から終点の国道463号までの4290メートルとなっております。現在第1期整備期間において先行して工事を進めております。整備にあたりましては、標準の幅員を第1期整備期間では36メートル、第2期整備区間では42メートルとしておりまして、歩行者や自転車の安全な通行、沿道からの乗り入れ、周辺の環境等に配慮した計画としております。第1期整備区間の進捗状況でございますが、用地取得はすでに完了しております。平成22年4月に暫定2車線で共用を開始いたしまして、さらに平成24年7月には和光市内の640メートル区間の4車線化が完了しております。現在朝霞市内において引き続き4車線化に向けた整備を進めているところでございます。次に第2期整備区間でございますが、現在用地取得率が約 85% となっております。平成24年度には地域の皆様が完成後の道路の姿を確認できますよう、四季市下宗岡地内においてモデル工事を実施するなど、用地取得の推進を図る工夫を行いながら事業に取り組んでおります。引き続き残りの用地につきまして取得に努めているところでございます。次に平成27年度の事業予定でございますが、工事など主に4点に取り組んでまいります。まず第2期整備区間の用地取得でございます。第2期整備区間は用地取得率が約 85% まで進んでおりますが、一連で工事ができる区間が少ないのが実情でございます。今年度は工事を効率的に実施するため計画的に用地交渉を進めてまいります。次に平成26年度末に発注した小江戸川を渡る十和橋の下部工事でございますが、現在河川におきまして出水期であるため工事を休止しております。出水期が終わる11月には工事を開始いたしまして、年度内の工事完成を目指してまいります。次に平成25年度から工事を進めております浅香大橋の上り線でございますが、
平成26年度までに、ご覧の写真の通り、上部工の桁の仮設が完了しております。今年度は引き続き高難度工事を行ってまいります。最後に国道463号との交差でございますが、ここは国道254号バイパスが国道463号の上をまたぐ橋梁形式となっております。この歩道橋につきましては平成26年度に橋梁本体の詳細設計が完了しております。今年度は橋梁取り付け部の擁壁等の設計を進めてまいります。最後になりますが、国道254号和光付近バイパスは県南西部の極めて重要な幹線道路でございます。このバイパスは環境緩衝帯を設けるなど沿道の住まいの皆様や道路を通行されるすべての方々が安全で安心してご利用いただけるよう整備してまいります。検討いたしましても一日も早い和光付近バイパスの全線共有に向けまして全力を挙げて取り組んでまいります。今後もより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。